シーフォード男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。2020年現在、シーフォード男爵エリス家は、男爵以外の爵位を持たない。初代男爵、チャールズ・エリス・チャールズ・エリスは、ジャマイカの砂糖プランテーションを経営する一族に、生まれた。彼は都営の後、オックスフォード大学に進学、在営不在の応援主となった。 エリスは1793年より、庶民院議員を務めた後、1826年7月1日に、サセックス州、シーフォードのシーフォード男爵に除されて、貴族院に転じた。その長男、チャールズ・オーガスタスは1803年に、母方のソソフタル第四代ブリストル伯爵から古い、イングランド貴族爵位、ハワード・ド・オルデン男爵を継承した。 彼は1845年にも父からシーフォード男爵を相続したため、以降は5代男爵まで両男爵位は継承権者を1にする。また、チャールズはポートランド公爵家令場ルーシーと結婚したため、結果的にロンドンの一等地、メリルボーンの辞書が男爵家にもたらされることとなった。その子である3代男爵、フレデリックの第2男爵家は、 英国随一の裕福な貴族と評された。フレデリックの後は、その息子トマスが借位を襲った。四代男爵トマスは1917年に直教を得て、その加名に祖母の姓、スコットを加えている。五代男爵ジョンが男子なく死去すると、シーフォード男爵は二代男爵の次男の子孫に遡って親族のコリンが継承した。他方、ハワード・ド・ルデン男爵は、 ジョンの4人の娘の間で停止したが、2004年に、長女メアリー・ヘイゼルに帰属する形で解消された。その6代男爵コリンが2020年現在の男爵加減当主である。1803年に第4代ブリストル伯爵が死去した際、彼には、次男とその孫息子が存命であったにもかかわらず、長男の女系の孫息子にあたるチャールズに、男爵位が帰属する形となった。 なお、ブリストル伯爵は、次男が相続している。六代男爵コリンは、二代男爵の次男、ウィリアムの彦にあたる。ありがとうございます。